HD149,026 はヘルクレス座の方角に約257光年の位置にある黄色、準巨星である。太陽よりも重く、大きく、明るいと考えられている。2005年時点で周囲を公転する太陽系外惑星の存在が明らかになっている。この構成の名前はヘンリー・ドレーパーカタログの識別番号である。 HD149,026 は太陽の1.345倍の質量と1.541倍の半径を持つ準拠星である。その大きな質量から約20億歳と比較的若いにもかかわらず、すでに太陽よりも進化の段階を経ていると考えられる。核内での水素の融合は終わりを迎えつつあり、赤色巨星への進化を始めている。 HD149,026 は約260光年離れた位置にあり、裸眼では見えないが、双眼鏡や小さな望遠鏡を用いると容易に観測することができる。この構成に含まれるヘリウムより重い元素の割合は太陽の2倍以上である。この事実とこの構成が比較的明るいことから、 この得意な素性は単なる表面の汚染なのか、それとも、シゲモトに飛んだ惑星を飲み込んだものなのか、N2K コンソーシアムの天文学者のグループはこの構成の研究を始めている。2005年、この構成を光転する異常な太陽系外惑星が発見された。HD149026B と名付けられた、この惑星はトランジット法で検出されたためその、 直径が測定され、基地のトランジット惑星の中では最も小さいことが明らかとなった。これは、親製金傍を交点する木星型惑星としては、異常に密度が大きいことを意味する。表面温度は、約摂氏2040度と計算され、多量の赤外線を放出している。この惑星はほぼ全ての日射を吸収し、熱として、 宇宙空間に放出していると考えられている。2015年に国際天文学連合によって太陽系外惑星系の名前の公募と投票が行われた際に HD149,026 系も募集の対象となった。2015年12月15日、フランスのクラブ D、アストロノミーで通算の提案に基づき、 主星 HD149026 にオグマ、惑星 HD149026B にスムルトリオスという名前を選定したことが国際天文学連合より発表された。提案、投票段階では、主星の名はガリアローマ神話のオグミオスから取られたアグミオスだった。しかし、アモール群小惑星、 オグミオスと重複しており、事前に発表されていたルールに反していたため、同じケルト系ではあるが、ゲールの相当する神であるオグマに変更された。なお、スメルトリオスもオグミオスも、ヘラクレスと、同一視されることのある神である。ありがとうございます。